これが成長した想念の木。なんて幻想的な光景なのでしょう。ああ、綺麗だな。それで力とやらを受け取るにはどうしたらいい。やはりダーナが受け取るのか。うん、想念の力は摂理や理法とは相反するもの。私たちエタニア人が扱う威力とは対極にあるものだと思う。 力を受け取るのはアドルさんにお願いしようかな。ああ、うん、よろしくね。アドルに頑張れ。さあ、アドルさんの力の象徴である剣を木の前に掲げてみて。 ラクリモサを止める力なのですか。ええ、そして過去の種、すべての生きたいと願う意志、どうやらうまくいったみたいだね。確かに普通じゃねえ凄みを感じさせる剣だな。これで準備は整ったということか。ええ、サライさんが待つオクトゥスへ戻りましょう。